カカロットよ、この俺の意志を告げ、サイヤ人の悪星ベジータの仇をお前が討つんだ。こりゃ驚いた、赤ん坊じゃ。一体どこから。ほほー、尻尾のある赤ん坊か。こんなところに置いておくわけにはいかんな。わしのところへ来るか。あいつは、こりゃ元気のいい子じゃ。よし、これからはお前はこのわし孫悟飯の孫じゃ。よいな。お前の名前は、おお、悟空じゃ。孫悟空じゃ。悟空や、元気に育つんじゃぞ。そーれそーれ。こうしてドラゴンボールの壮大な物語は幕を開けたのであった。